石兵製爆株式会社は、宮城県仙台市泉区に所在する不動産会社で、宮城県をはじめ、北海道有仏軍シムカップ村のスキー場施設、アルファリゾートトマムを開発、管理していた会社である。旧制中学を中退後、佐藤丼屋勤務を経て独立した創業者である、石兵馬が、1926年に、 米国事業の卸や製爆を手掛ける石兵商店を仙台市にて創業。その後、社名を石兵製爆に変更。1942年には蓄えた利益を投じ、宮城郡泉町に約9000坪の土地を求め、牧場経営も開始した。太平洋戦争前、日本人は麦も主食としていたため、石兵製爆は繁栄するが、戦後は一転。 生米が食事の主体となったため、石兵製箔は徐々に売り上げ不振となった。そこで、兵馬は不動産業への業態転換を決断。農地改革の煽りで土地を失った地主が、金を得るために放出した山林を安く購入し、ニュータウン、南高台として、分譲を開始した。この間、1955年9月には、石平製箔を法人化した。 こうして、折からの高度経済成長もあり、石平成幕は発展。宅地開発で得た資金を下に、会場運送や土木工事、石油販売と様々な子会社を設立。加えて平和は、自らが所有していた、泉町の山林およそ69万平方メートルを石平成幕に売却し、史上最高額の所得を叩き出し、 1971年の高額所得番付では全国1位にランクインした。また、平和の次男である光作が北海道進出をもくろみて、父や長兄の赤兵政幕副社長である吉尾を解き伏せ、まずホテルアルファを設立。1980年に札幌にホテルアルファ札幌を開業した。加えて、1982年には、 道内の無人地帯だった、シムカップ村中トマム地区に大規模、リゾート、アルファリゾートトマムの開発に着手。その山岳地帯に開業した異彩を放つ巨大なタワーホテル群は、バブル期のスキーブームと相まって大きな話題を呼んだ。なお、道リゾートの施設は、6割を、石平製爆が所有、残りの4割を、 光カ作が1989年に設立したアルファコーポレーションの所有のもとに運営された。だが、バブル崩壊によって、トマム開発を手掛ける AC は、会員権の販売不振で、投資回収が困難となり、1998年に経営破綻した。赤兵製爆は AC に200億円もの債務保障を行っていたため、経営に大きな打撃を被った。 その後、赤兵製爆は船舶貸し渡し事業からの撤退や、南高台のゴルフ練習場の閉鎖などを進めるが、本業の不動産販売の不振もあり、予託金償還と借入金返済のめどが立たず自力再建を断念。2003年6月16日に、東京地裁に民事再生法を申請、保全命令と監督命令を受けた。負債総額は、 約674億円で、県内では過去最大の規模の倒産となった。翌年3月2日、東京地裁は、赤平製爆が提出した再生計画案を認可。以降は、仙台市近郊に保有する宅地の販売事業に専念し、再建を目指すとした。現在は、泉区と富谷市にまたがるニュータウン、赤次第の分譲。 販売を主たる事業として営むザタワーとガレリアタワースイートホテル。ありがとうございます。